世界の鉄道一覧ドミニカ共和国の鉄道1925年の鉄道路線図サントドミンゴ地下鉄のフアンパブロドゥアルテ駅サントドミンゴ地下鉄向けに使用されているアルストムメトロポリス急線軽電車の連結ドミニカ共和国の鉄道は主に政党工場用として一つの国有運営者及び数人の民間人たちによって提供されている隣接する配置共和国とは 鉄道で結ばれていない。1877年にサントドミンゴからサンティアゴデロス・カバリエロスを通ってプエルト・プラタにつながる最初の鉄道路線が開業している。鉄道路線網は貨物及び旅客輸送用に複数の路線からなっており、また複数の機関を使用している。20世紀中に路線の一部廃止により鉄道路線網は部分的になり、 主にサンペドロデマコリス及びラロマーナの都市周辺に集中している一連の分散された視線へと縮小された当初の鉄道路線網についての概要を以下に示すウィキメディアコモンズにはドミニカ共和国の鉄道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。